ポップピピピック。クッキング。さて、今週のおすすめお菓子です。煮ます。そして煮たものがこちらです。ではまた来週。ポプテビビック。キング、さて今週のおすすめおかずです。わー、手洗ったって聞いてくるやつね。自分の体洗いましょうね。はい、煮ます。わー、そして煮たものがこちらです。わー、ではまた来週。わー、ポプテピピック。ポプテピピック、こちら 100% ハンバーグです。合いびき肉を使用してないっすか？もちろんです。なんたって 100% ですからね。 100% マナティです。行くで、行くで。ポプテピピック。ポプテピクッキング。ポプテピクッキング、こちら 100% ハンバーグだ。え、合いびき肉を使用してないんですか？もちろんです。なんたって 100% だからだ。 100% マナティだ。元気があれば何でもできますか？できますよ。はっ、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 1、2、3、ダーできました。こちらぺったんこになったマナティです。ではまた来週。ポプテピピック、ペピクッキング、今日は超節約レシピを紹介します。食材はこちら、 A5 ランク黒毛和牛のロースです。もちろん普通の安いお肉でもいいんですよね？いや、これしか認めない。私は50円で買った。はぁ、どこに売ってるんですかそんなの？お前はよ、自分で探すってことできねえのかよ。ポプテピピック、ペピクッキング、今日は超節約レシピを紹介します。食材はこちら、 A5 ランクの黒毛和牛のロースです。もちろん普通の安いお肉でもいいんですよね？いや、これしか認めない。私は50円で買った。はぁ、どこに売ってるんですかそんなの？お前はよ、自分で探すってことできねえのかよ。あぁ、こら。ポプテピピ。
ポプテピンクッキング、ポプテピクッキング、今日はオムライスです。ケチャップでハート描いてあげる。あーと、いやーやっぱ恥ずかしい。作ります。並べ、行け。並べ、行け。ポプテピピック、バレピクッキング、ポプテピドゥキング、今日はポトフを作ります。並べ、並べ、行け。ご視聴ありがとうございました。スマホのみんなは画面下のボタンから、 PC のみんなはこちらからチャンネル登録をねさーす。はーい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ん家行くからね。